どうみし、はるか、琴音、まほ、私たちはジェゴです。今日の企画はカバンの中身紹介。イエーイ。これ絶対性格出るよ。うち絶対ゴミ入ってそうだもん。あ、はるかも、はるかも、うん、やば。前回もカバンの中身紹介したんですけど、はい、あの多分ね、カバンも変わりましたし、うん、え、カバン変わったよね。え、うち変わってない。ですよ。あ、チェリーちゃんです。これチェリーちゃん、いつのだか分かりませんか。フリスクでございます。いや、これはファンの方からいただきました。香水です。めっちゃいい匂いだ。これくるくるちょんちょんポポンポンって言ったらつくんですよ。くるくるちょんちょんポポンポン。ほらね、ついてるでしょ。こっちの方が多い。めっちゃいいですね。ありがとう。この中身は以上です。大事なものだけ入れてる感じ。次、これは最近購入しましたカバンです。これなんか大人っぽい洋服の時にめっちゃいいなと思って、うん、なんか使い勝手良さそう。もう使い勝手がいいんですよ。何言われてるの。使い勝手シリーズは使い勝手が良くて、使い勝手良さそう、使い勝手良さそう。じゃあまず外、こことこっちにも入れるところがあるんですけど、韓国で買いましたキーケースです。お携帯、充電器、ここにね、ニコタン丸がついてるの。アクセサリーケース出ました。あ、見てください。でん、でん、これしかなでん。この中には日用品、ケープとか、クシとか、前髪カーラー、ゴム、メイク落とし、メイクポーチで、こっちがリップ入れです。これも実はメイクポーチなんですよ。メイク系めっちゃいっぱいある。あれ歩く
歩くメイクしてくれる人ですか。メイクしてくれる人は歩くよ。龍角さん の, あ の,、ね、そのブルーベリー味がめっちゃ美味しくて、これはみんなにおすすめしたい。じゃあ何期こういうやつとかこういうやつとかを入れてます。ブルートゥースイヤホン以上でございます。荷物多いね。なんかポーチが結構そうだな。ポーチから出したら多分もうやばい。でもちゃんとポーチに入れてるのが偉い。ポーチには入れる派ですね。カバンの中身紹介します。はい、これはこれ見て、みんなも持ってるんだけど、うん、チゴって書いてあるファンの方からもらったことです。いつもリュックだから手持ち財布とかで入れるときで、うん、ダメダメよ。まず、はい、扇風機です。まあ、この時期いらないだろうと思うけど、私ダンスの撮影とかするからあったらいいかなと思って。でも最近本当に全然使ってないから、うん、あと財布、うん、財布ね、なんか小さいよ。伊達メガネ、うん、最近マジでメガネにハマってて、Wi-Fi充電器のこうキーケースです。無造作にネックレスが入ってた。これもファンの方からもらったバッグの毛、まだ使ってないんだよね。Amazon で買った領収書です。電車の領収書、はい、ピアス以上です。こっちの方は、でこれは2個ポケットがあります。ティッシュはちゃめちゃやねんか。ダイヤの反応すると、あ、カバンはこれで以上です。これは今日はね、2本撮影するんだけど、私梅のお菓子が大好きなんですよ。ポーチ、商品とハンドクリームと充電器と紙とかスーツ、あとこれも香水とかそういうのが入って、あとノートが2冊、あとねこれずーっと持ってんだよね。じゃじゃじゃーん、懐かしい。チゴの自分たちで作ったチラシ、待って、こんなの入ってた。チゴの小学生のポイントカード以上です。おお、なんか少なく見える。うちね、物マジで持たないんだよね。まあ、マックスして一番リュックでかいから。そう。このノートは、なんかチェボのメモノートと、あとこれはネタ帳が入ってます。おー、さすが芸人ありがとう。やっぱ M1 目指してるだけすごいな。ペン持ってなかったうち。だから借りれるっていうことで、あの本数だったってわけが。あの本数。なるほどね。理解しました。結構この中に入れた。三脚こん中に入れたの。そう。え？これ？そう。え？マジ？いびつな形になったけどね。スモールライトで欲しかった？欲しかった。はい、ということで以上が私たちのカバンの中身紹介でした。はい。でも撮影日によってはなんかこれにもう一個に衣装とかパソコンとかスピーカーとか結構あるんですけど、まあ、日用的に使ってるのはこちらね。でも今日はね、比較的に少ない方だ日だった。いや本当、いつもはリュックにカバンに、カバンに三脚みたいなのがチェゴの撮影の時はもうみんな登山の登山だよね。登山っていう感じで移動も重くて服の量とかえげつないもん、ね、うん、何泊できるのみたいな。でもさ、これから秋の時あれだからさ、もっとかさばるよね。やだやだ、本当にやだ。夏は良かったんだけど、ね、キャリーが出てくるな。そうだね、たまにキャリーの時もあるけどね。ゆる、うん、い感じな動画になりましたが、はい、この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。以上、チェゴでした。バイバーイ。11月24日初のチェゴワンマンライブが決定いたしました。イエーイ。その名もチェゴリシャスボリューム1。そこでチェゴ新曲初披露します。イエーイ。その他にもカバーダンスメドレーなど盛りだくさんです。詳細はチェゴの概要欄またはチェゴ重大発表の動画を見てください。チケットもチェゴの概要欄から買えます。随時 Twitter、Instagram でも発表するので皆さんフォローしてチェックしてください。みんなでいい思い出作ろうね。バイバーイ。バイバーイ。はい、今日の動画も見てくれてありがとうございました。チェゴのカバンの中身どうだったかな。個性的でしたね。あと2週間でワンマンライブです。みんなに会えるの楽しみ。